硫化炎は、蘇生式 ZNS で表される共有結合性の化合物で、白、または黄色の粉末、または結晶である。普通はより安定な立方小形型,型として存在し、これは、線亜炎鉱として算出する。六方小形型,型は、合成によって得られるが、ウルツアラガネとしても天然に存在する。線亜炎鉱とウルツ鉱はそれぞれ固有の大きな、 バンドギャップを持つ半導体である。3 0 0ビンにおけるバンドギャップの値は、ウルツ・アラガネが3 9 1子ボ1000円高が3 5 4ルトである。1000型からウルツ・アラガネ型への結晶構造の点には約1 2 9 3ビンで起こる。1000型 ZNS の有点は十一ケルビンで、その八ケルビンにおける 標準生成エンタルピーはマイナス204.6キロジュールモルである。イオーとアエンの直接化合、またはアエンイオンを含む水溶液に硫化水素を吹き込むことで生成する。初期の原子物理学においてアーネスト・ラザ・フォードらはシンチレーターとして硫化塩を用いた。これは硫化塩がアルファ線や X 線や電子線などといった 放射線によって冷気された際に発光するという性質を利用したもので、X 線の増刊材やブラウン管の材料としても有用であった。不純物が存在すると輪廻を持つようになり、青色光、または紫外線を発する。ラザフォードラは特に硫化塩をアルファ線測定用のシンチレータとして利用した。もっとも当時の技術では、 自動計測は難しかったため、硫化炎の粉末を用い、暗室にて木不で発光を数えアルファ線の数を数えていたが、測定者の集中力などの問題もありあまり、活用できなかった。しかしながら、アルファ線を物質に照射する、ラザフォード散乱の実験に応用し、原子核の存在を証明した。なお、アルファ線の検出用素子としては未だに有用である。 数 ppm 程度の活性剤を添加して発光体として用いられ、ブラウン管、X 線スクリーンや暗所で光る部品など多くの用途を持つ。銀が活性剤として使われた場合、発する光は最長波長450ナノメートルの明るい青に、マンガンの場合は黄色になる。銅の場合は発光時間の長い蓄光剤としてよく知られる緑色っぽい色になる。 銅をドーピングした、硫化炎は、エレクトロルミネセンスパネルなどにも用いられる。ZNS 半導体は一時期、青色発光ダイオードの有力候補となった時も、あった。赤外光用の光学素子としても使われ、可視光から12マイクロメートル以上の波長を透過する。平面上の光学層やレンズの形で使用される。商標名として、クリアトランやイトラン -2 などがある。 ドーピングにより N 型半導体と P 型半導体の両方として使用することができるが、これは26属半導体としては珍しい性質である。ありがとうございます。